やーハロー、どうもこんばんは。アニメリアク職人ハマーです。はい、現在3月12日土曜日の午前3時29分になりましたね。さあ、ただいまスローループの10話見て、そして週末のハーレム10話見終えてアップしてから、そして撮影なしで今リリカルのストレイカーズの6話を見終えて、さあここからは9の10話ですね、いきたいと思います。今回もリアクション張り切っていきましょう。はい、では自己紹介。僕の名はマジライド芸人ハマーと言います。一生瓶に乗ってジャグリングしてハーモニカ演奏してタンバリンを叩く世界唯一の技の持ち主、この本の著者です。で、普段は主に子供たちの前でやればできる、諦めない、これを伝えたくて、パフォーマンスしてますが、現在コロナに全ての仕事を奪われ、今日で84連休というね、地獄を味わってます。もちろん無収入、そんな中でも1日も休むことなく1年12ヶ月目、まあ、2年目ですね、に、入ってきております。このアニメリアクション動画ですね、毎日投稿してますが、去年の8月18日より以前の1年5ヶ月分の動画を失い、中でも馬娘を失ったことでずっと2桁再生、チャンネル登録伸びないというね、地獄を歩み続けてますけども、なけなしの根性と気合をね、振り絞って活動を続けてますんで、ぜひとも応援お願いします。そんな僕の自己紹介、ホームページ、SNS、各種 PV、プロフィールなどすべて説明文にあるんで、ぜひ見てください。過去のアニメリアクション動画は再生リストに作品別にまとめてます。はい、そして今年の9月ぐらい、でかい発表あると思うんで、お楽しみに。では行きます。Dアニメストアですね。はい、3、2、1、スタート。前から生き残りか。スランプ？9話まで来たよな、もう。やっぱね、響きユーフォリアムのね、僕はファンブック持ってますけども、やっぱまあ、高坂玲奈のね、安西千佳さんも一人残りをめっちゃさせられたという逸話が載ってますよ。
あ、こっちの人らも。先輩方の名前分からへんな。進撃という、あ、そうなんやね。進撃というビームは手に入遊園地で来た。あ、これおっちゃんが怖いんちゃうのかな。サブタイトルです。回収来たな。これ露骨に嫌われてんのか。ああ、そういうことか。今回マイカの回かな。10話か。ああ、チュンチュン、フォーチュンやね、フォーチュン。司法の喋り方すっげえわ。これは何、オズの魔法使い。名人倫理が相変わらずのほほんとしてるね。あ、先生子供好きやもんな。宇津木さとりやね。丸山理恵と遠目名ね。雛倉理子か。宮地真帆と、あれ、読みに見張ると、誰だっけ。神室綾か。ラジオ続けてね、向井風を捕まえて。
そう考えると、伊達沙織さんってすごいな。ちょっと気負いすぎやね。これがオープニングの姿やね。エニワアイディ赤川千さ、天童よきと九条さんやね。天童ゆうきのグーが赤川ちさんのここに入ってたな。ついなあ。なるほど、マイカのために2人も残りなんねや。
10% ね。みんな一発やな。これってマイカ一人じゃないのね、生き残りが。あ、生き残りって、あれ、居残りが。これ厳しいなぁ。全然怒ってないっぽいね。
前もこの、気にしないでくれたまえ、ガラスを磨いてた彼女を最高が、このちゃんいいよね、音響監督さんな。いい先輩たちやな。あ、おおお。お。あら。あそこは変わらんのね。あそこマイカって冷えたねねさんやな。次回はフォーチュンか。ちょっとあの音響監督さんの名前なんだけど、なんか変わった名字なんよね。あの人前もなんか、誰に会ったっけ、
司法やったっけな、なんかいいそのアドバイスみたいなの出してね、解決したことがあったけど、何さだけなんか変わった名字だよね、あの、あ、斉田さんや、斉田さん、うん、斉田さんいい仕事してはるね。でまあフォーチュンもまあいろいろとライブもね、やっていくっていうことで活躍が決まり、丸山理恵軍団明神輪廻とかは、あれオズの魔法使いかな、オープニングでも映ってるけど何か思ったらあれ近所の公民館のボランティアか、あそこの4人もね早くまあデビューしてほしいですね。でまあラジオ組もちゃんとあの向かい風を捕まえてはやってたけど、うん、まあ夢についてね喋ってましたけど、夢って何なんでしょうねほんまに、うん、なんかいろいろ考えさせられるのはこうやってその、まあ、アニメでフィクションですけどもね、その頑張ってる若者たちを見ると、うん、まあまあ僕はもう今ねもう情けないことにずっとね、しんどいしんどい言いながらねやってますけども、一応まあ生涯現役が夢なので、なんか改めて夢って何かなってちょっとラジオね、ラジオ組を聞きながら思いました。であとゆうづかのぞみか、内田真彩さんやね、のぞみと何さだっけ、おっちゃん、何さんって言ったっけ、ちょっと飛んでもたな、日賀さんやったっけ、日賀さんちゃう、日賀さんなわけない、旦那さん、旦那さんか、いい人でしたね。で最後もね、この後空いてますかって言われて、いつも通りの断るっていうのがまた良かったな、うん、まあ居残りさせられてたしね、ちょっとまあ一家のちょっと頑張りにちょっとジーンとくるものがありましたね。もちろんだからこのねアニメって何度もリテイクさせられてやってるんやろうなと思うと、一つ一つのセリフにねすごいこだわりが入ってると思うんで、うん、ちょっとアニメを舐めてた頃の自分を届けたいですねはい、ということでですね、今回ちょっと高取舞香の頑張りに、うん、ちょっとジーンと刺さられましたね、まあ、シンプルでしたね、大切な人のことを思いながら喋ったみたいな、そんな感じだったと思うんで、うん、そのシンプルなことにその気負いすぎて気づけへんみたいなのがちょっとね深いなと思いましたね。はい、ということで9-10でした。よかったらチャンネル登録高評価ぜひともよろしくお願いします。はい、まあ僕は今も無収入ながらね84連休味わいながらも、そしてずっと2桁再生でねチャンネル登録も伸びず、やめたいやめたいと思いながらも、この言葉をちょっとね3日前から、100節 不倒、ね、挫折しても挫折しても続けていけばその叶えることができるという、そういった意味合いの言葉です、うん、ちょっと今気合い入れ直してるんでね、またちょっと弱りそうなもんで、ね、過去アニメに関してはね今月いっぱいで終わるんで、一旦終わるんでね、まあ、やり方を変えてまた復活する可能性もありますし、まあ、そのままもうアニメリアクション自体やめるというね可能性もいろいろ考えてはいますが、まあ、とにかく今月は全力を尽くしますんで、ぜひ皆さん一緒にアニメ楽しんで、応援いただければありがたいです。で、いつかねコロナが終わった時、僕のショーをねどこかに見に来ていただければと思いますんで、そのためにも僕のデータをね知っていただくために説明文読んでやってください。そしてジャグリングパフォーマンスの方がいっぱいねアップしてるんで、そちらも再生していただいてコメントとかいただけると、ね、元気をもらえるんで、どうぞよろしくお願いします。はい、以上アニメリアク職人ことマジライドゲニハマでした。どうもありがとうございました。では失礼します。